4月16日日曜日午後6時15分の日本海はほぼ無風ですね。海には筋のようなうねりはショアブレイクしてますが、ほぼフラットといえばフラットですね。今右側の半分あたりに来てみました。今ここに立った瞬間にオフショアが吹き始めました。そよ風程度のオフショア。海には筋のようなうねりが伸びて伸びてショアブレイク。今朝の河川海岸一斉清掃でここにたくさんのゴミがありましたが、それは持って行ってもらえてるようですね。これチェーンソーで50センチぐらいに切ったんですけどね、木は持って行ってくれてないですね。後日っていうことなんですかね。あと気になるのはなんでここに瓶があるのかな。気温は32度ぐらいあります。風はここに立つとないですね。無風。かすかにオフがあるかないか。かすかに吹いてるか。海には筋のようなうねりのみ。明日どうですかね。昨日も夕方こうやって川の水がせき止められてましたね。今日もそんな感じです。潮の関係ですかね。